カルロス・アローヨこと、カルロス・アルベルト・アローヨ・ベルムデスは、プエルトリコのプロバスケットボール選手。ファヤルド出身。ポジションは、ポイントガード。プエルトリコ人では5人目の NBA プレーヤー。フロリダ国際大学在学中、NCWA で、活躍。卒業後、トロントラプターズと契約したが、シーズン途中の2002年1月に解雇され、一時スペインの、 サスキバスコニアでプレー後、同年3月、デンバーナゲッツと契約。同年シーズン終了後、ユタジャズと契約。2003年に、ジョン・ストックトンが引退した後は、ポイントガードのポジションを埋める活躍を見せる。11月14日のミネソタティン・バウルブズ戦では、プエルトリコ出身選手としては、最多記録となる30得点をマークした。2005年1月、 ジェリースローに HC との確出を理由に、エルデン・ギャンベルとの交換により、デトロイト・ピストンズへトレードされる。同シーズン、プエルトリコ人としては、アルフレッド・リー以来二人目となる NBA ファイナル進出を果たすが、敗退。2006年2月、ダーコ・ミリチッチと共に、ケルビン・ケイト及びドラフト指名権との譲る渡しで、オーランド・マジックへ移籍。2008年、ユーロリーグを、 幾度も制覇している欧州の名門マッカビテルアビブへ移籍。2009年 NBA のマイアミヒートへ移籍。2011年 NBA のボストンセルティックスへ移籍。その後トルコのベシクタシュ JK へ移籍した。プエルトリコ代表としてアテネゴリン及び2006年世界選手権に出場した。2006年世界選手権代表のうち NBA 所属は カルロス・アローヨとピーター・ラモスの二人であった。2010年にトルコで開かれる世界選手権の南アメリカ大陸予選に出場、準優勝を果たすとともに大会ベスト5にも選出された。2016年にセルビアで開かれたリオゴリン世界最終予選を最後に代表引退を表明した。ありがとうございます。